シリアスは1940年浸水のイギリス海軍の軽巡洋艦である大同級。艦名は大犬座の構成シリウスに由来し同盟の艦船としては6代目。シリアスの手法1938年4月6日気候。1940年9月18日浸水。1942年5月6日浸航。1942年8月地中海で。 ペデスタル作戦に参加。作戦後は大西洋で封鎖突破戦の捜索や戦乱護衛などに従事した。1942年11月、統治作戦に参加。以後地中海で活動する。12月2日、シリアスと軽寿命王館、オーロラ、アルゴノート、駆逐艦、キベロン、クエンティンで構成された。旧部隊はシチリア海峡でイタリア駆逐艦。 ニコロソダレッコ、カミチアネーラ、ホルゴーレ、水雷艇、クリオ、プロチオーネに護衛された戦団を攻撃した。旧部隊は戦団を全滅させ、ホルゴーレを撃沈し、ニコロソダレッコとプロチオーネを損傷させた。1943年7月、シチリア島進攻作戦に参加。ついで9月には、ターラント及びされるのへの上陸作戦に参加した。 1943年10月、シリアスは、ドデカネス諸島戦役に投入された。10月7日、シリアスと軽巡洋艦ペネロピ、駆逐艦、ホークナー、フュリーは、苦戦テ油 J2111 に護衛された戦団を攻撃し、一隻を除き全滅させた。10月17日、スカルパント島沖で爆撃により、大損害を受けた。 修理はマッサワで行われ、1944年2月に完了した。6月、ノルマンディ上陸作戦に参加。8月、フランス南部への上陸作戦に参加。10月、ギリシャ占領作戦に参加。1949年に退役し、1956年に解体された。ありがとうございます。